上海共同疎開機。中央の円の中には、各国の国旗が描かれており、左上に、A、米、蘭、え、右上に、ロ、テ、イ、ホ、下部に、ず王、西、う、つの旗になっている。表記されている、ラテン語は、すべてが一つの仲間に、のい上海共同疎開の位置。赤色の部分が、共同疎開。肌色の部分は、フランス疎開。 上海の地図上海共同疎開は、中華民国上海市に置かれていた上海疎開のうち、フランス疎開を除いた数カ国が管理していた共同疎開。1842年の南京条約に基づき同11月から12月にかけて設定され1943年まで続いた。当初は、上海市議会が上海で米英の疎開を管理し、後部局はイギリスで、 地方自治体を指す、ボード・オブ・ワークスから来ている。公部局は1854年に、既存の英国疎開と、米国疎開をまとめて管理するために再組織され、その後日本がこれに加わり、イギリス5人、日本とアメリカにより2人ずつの、計9人の参事会員が選出され、上海、共同疎開を運営していた。疎開は、完全に列強を中心とした外国が制御しており、 公部局には日本、イギリス、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、デンマークが各々の国の国籍を持つ職員を置いていた。中国人が公部局のメンバーに参加したのは中国国民党の紹介席が中国を統治するようになった後の1928年のことである。参事会員の中でも1920年代まで議長を務めていた。 アメリカ人のスターリングフェッセンデンは最も特筆に値する。さらに上海が最も荒れていた時代に疎開の理事をも務めており、議会にいたイギリス人よりもイギリス人として知られていた。公部局は国家を代表して共同疎開の駐在官とともに南京路を中心に建築や公共施設を建設した。 香港警察が出港して設立された上海、共同疎開港部局刑務所が、独自の警察力を維持し、万国商団と呼ばれる、独自の軍事力も持つに至った。多くの外国人がいた名残が今でも、上海の多くの場所や建物に残っており、特にバンドは新古典主義建築の建築物が多く、残っている。太平天国以降、中国人の流入が増えると、 それに対処するため、共同疎開は何度かに分けて、拡大を続けた。1893年と1899年に、拡大を行い22.59平方キロメートルの範囲を持つに至った。しかし、人口は爆発的に増えたために解決策にはならなかった。また、腰回路を通して、さらに後部局の支配地域が広がっていった。 上海共同疎開は隣にあったフランス疎開と違い単独の国の所有ではなかった。フランス疎開はフランス植民地帝国の一部でフランス領インドシナ総督府の命令のもとにあった。このような複雑な要因から上海公部局はかなり独立した自治を行っていたが懸命だったとは言えない。1920年に起こった事件のうち 特に1925年5月30日の中国人デモ行進では、公部局警察の一員がデモ隊を撃ち、中国人が反発、中国での列強の立ち位置を脅かし、当惑させた。全近代的な暴動鎮圧方法を反省し、上海疎開警察のウィリアム・イー・フェアバーンとエリック・エイ・サイクスは、スワットの原型とも言える特殊部隊を編成して、 フェアバーンシステムを確立した。1930年代には日本などに対するテロ事件が頻発した。1935年には中山水平射殺事件が、1936年にも別の日本人水平銃撃事件が起きた。1935年当時の上海には2万8000人の日本人居留民が暮らしていた。国境内戦が激化すると、 多数の中国人が内戦から逃れ、あるいはより良い経済状況を目指して共同疎開に定住し始めた。1932年には疎開には100万を超える中国人が住み着き、1937年に第二次上海事変が勃発すると40万人の中国人たちが安全を求めてこの地域に逃げてきた。さらには、 ユダヤ人迫害政策を取るナチス党政権下となった、ドイツの迫害を逃れてやってきた多くのユダヤ人たちに、無条件で避難所として提供され、ユダヤ人たちは、無国籍難民限定地区といわれる地域に集まり、非常に人口密度が高い状態になった。この疎開の撤廃については、第二次世界大戦中の各国の思惑から二重に行われることになった。 イギリス人とアメリカ人の影響は実質的には1941年12月8日の日本軍による上海占領と太平洋戦争回戦によって終わっていた。上席の連合国派の職員と評議員はその職から解任されたにもかかわらず多くの連合国は1943年に抑留されるまで職の管理存続に動いていた。しかし、 この疎開は1943年2月に英中友好条約によって形式上イギリスから中国国民党の小介石に疎開を変換している。しかし日本軍と戦っていた小介石はこの時期上海を統治しておらずこれはあくまで形式上のものであった。一方で1943年7月上海市議会の日本人の画策で疎開は 日本と関係の深い王朝名政権下の上海市政府に返還された。太平洋戦争後、中国国民党を率いる中華民国政府の統治下になった際に、この返還事業の生産委員会が慌てて、譲渡の詳細について会談した跡が残っている。公部局庁舎だった建物は現存している。その後国境内戦で中国国民党が敗北し、 中国国民党が台湾党に脱出した。中国共産党率いる中華人民共和国が設立された1949年以降は、市政府は中国共産党の選んだ上海市長のもとに収まった。外交官の一生 P228ECE 太郎著、中高文庫ノース、チャイナヘラルド、2セプテンバー1854、P8、ハンス、 クリスチャン・ボーティッシュ・ガープス・マーシャル・アーツ。2019年8月11日閲覧。日本外交文書昭和期通第1部第4巻。上海における日本人水平射殺事件。外務省。2011年10月8日閲覧。日本外交文書デジタルアーカイブ昭和期通第1部第5巻上巻。外務省。 p657https://www.mofa.go.jp:/mofaj:/annai:/honshio:/shirio:/archives:/ds://2://007://001://003:/003:/index.dj VU2011 年10月4日閲覧。居留民団長らと、ほがらかな交換法人の活躍ぶりを聞く上海、本社日市国際電話の第一世。大阪朝日新聞。神戸大学。2011年10月8日閲覧。外交官の一生。P234 石井太郎著。中高文庫。ありがとうございます。